話、ドラえもんの呪い。ドラえもんの呪い。ある日、小さな町に住む少年が仲間たちと一緒にドラえもんの通し伝説について話していました。彼らはドラえもんの映画やエピソードの中で不気味な出来事に遭遇したり、恐ろしい結末を迎える話を聞いたことがありました。その中でも彼が一番怖いと思ったのはドラえもんの呪いという話でした。この通し伝説によると、ある晩深夜になるとドラえもんの声が聞こえるとされています。声の主はドラえもん本人ではなく、悪霊に取り憑かれたドラえもんだと言われています。その声は不気味な口調で人を威嚇し、その後呪いによって不幸な出来事が続くと言われています。実際にこの都市伝説を信じる人は少なくありませんでした。ある夜、町の中心に佇むドラえもんの銅像が突如として動き出し、人に襲いかかるという事件が起きました。目撃者たちは、銅像にはドラえもんのような姿があったが、その顔は異様に歪み、邪悪な表情を浮かべていたと証言しています。この事件がきっかけで、ニンはドラえもんの存在に対して恐怖心を抱くようになりました。ドラえもんの映画やアニメが放送されるたびに不吉な予感が広がりました。そして、タラレル西遊記というコラ回が放送されると、それは最も恐ろしいエピソードとして伝説になりました。視聴者たちは、ドラえもんの優しい言葉や明るい笑顔の裏に何か邪悪なものが潜んでいるのではないかと疑念を抱くようになったのです。最近のドラえもんの放送でも、妙に不気味なエピソードがあるという噂が広まっています。子供たちは無邪気にドラえもんの世界を楽しんでいますが、大人たちは心の奥底になんとなく恐怖を感じています。時折、夜になると、ドラえもんの声が聞こえてくるという話もありますが、それは通し伝説か、それとも本当にドラえもんに何かが起こっているのか。あなたも、ドラえもんの呪いについて聞いたことはありますか？もしも夜中にドラえもんの声が聞こえたら、どうしますか？彼は可愛らしいキャラクターに見えるかもしれませんが、真の奥底には、奇妙なものが隠されているかもしれません。あなたも気をつけてください。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひあなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。